いていきます。はい、どうぞ。氏名トミーさんからいただきました。広橋さん、中村さん、こんにちは。こんにちは。 DVD1、2巻買いました。はい、どうも。中村さんに質問なのですが、毎度面接コーナーで趣味はガーデニングとおっしゃっていましたよね。アニプレックスさんから出ている神谷さんや小野さんも出演されている某他番組のイベント DVD でも同じことをおっしゃっていたので、うんうん、冗談じゃなかったのかって思っちゃいました。なるほどね。うどん栽培してんの、トミーさん。トミーさん、うどんはね栽培できないんだよ。トミーさんはね、ピュアなんだね。え、どういうこと？嘘なの？嘘だよ。あ、嘘つきやがった。あのね、マスコミメディアだから。マスメディアだから。うどんマン極悪ですよ。本当のことなんか半分も言ってないから。面白いかなって思ってさ。悪魔超人ですよ。悪魔超人かな。悪魔超人かもね、うどんマン。ひどい。香川のイメージ悪くなるからやめてくれるかな。なんじゃ、何、本当は何なの？俺のビジュアルから趣味がガーデニングって言ったら面白いでしょ。でもやってそうじゃん。へー、なんかすごい畑とか耕してそうじゃん。じゃあ買える。ガーデニングか。え、畑耕す。ガーデニングでしょ。プチトマトとかでしょ。ガーデンか、畑って。違う。ガーデニングってお庭でしょ。お庭規模じゃない。でもトマトとかじゃないの。うん、畑かな。畑はもう実用じゃねえかな。イギリス庭園とかそうじゃん。なんかじゃあそれだ。まあどっちにしろ嘘だからやってみる。何、本当は何なの。趣味プロレスね。あ、じゃあそれで。じゃあ16です。山田のように嘘をついたエピソードを紹介していくコーナーですが、こんなコーナー必要ですか。必要ですよ。ここまでやってきて中さんが嘘つきだっていうことが分かったよ。嘘つきじゃないんだ。嘘つきだよ。嘘つきじゃないんだよ、りょうちゃん。メディアでは面白さを何それ優先するためにあるの。私はストロングスタイルの方がいいです。ガチで勝負した方がいいです。ショーマンだよ。そうなんだ。まあ、だから最初の名乗りで言うのは大体僕嘘です。途中で言うやつは本当。だからその後は別に普通に喋るよ。つかみで嘘をつくんだ。そうだね。だからまあ最初さっき言って話途中で変わっちゃったけど、プロレスラーの話になっちゃったけど、俺が趣味はガーデニングですとか、最近ハマってるのはクッキー作りですとかって言ったら、ちょっとふっってなるでしょ。違和感で。そう、おお、さっきの話を戻さないでくれ。いや、合うよーみたいなのやって。合わない。全然合わない。そうそうそう、クッキーとかの匂いがするんとありえない。でしょ。だからそれでちょっとフッてなればいいなと思ってやってるだけで、特に何の深い意味もないの。だからそこだけ拾われて、ガーデニング好きなんですねって言われる。でもほら、好きなんですねっていうメールが来てるから、本当にみんなピュアだなと思って。ピュアだよ。人類みんなピュアだから、ちゃんとしてください。すいませんでした。はい。あ、嘘かわいいですよ。嘘かわいい。出た。うどんマンは嘘かわいいですよ。嘘がかわいいにかかっちゃってるからな。かわいくないになってる。気をつけます。はい。で、これは何？みんなのエピソードを知れるの？そう。もう、ちゅうさんの嘘はいっぱい聞いたからね。はい。こんな嘘つき見たことないですよ。できますよ。ほんとみんなピュアなんだってことがわかるでしょ。テレビでこうやってたらやっちゃうんだって。そうね。ちゅうさんが、あ、中村さんがガーデニングやってるから、うん、私もガーデニングやろう、今度種をくろうとかなっちゃうんだよ。写真とか送られてね、なんでガーデニングの写真来たんだろうって思っちゃうね。そう、ちゃんとしてください。ほんとすいませんね。ほんとに気をつけます。はい。でもさ、あるよね、小さい時に疲れた嘘はさ、しかも大人に疲れるとさ、本当だと信じちゃうよね。あ、だから俺がガーデニングって言ったらダメなのね。そうだよ。今キッズたちが、キッズで俺のことを憧れの目で見てるキッズたちが、中村さんみたいになりたいから僕ガーデニングやりますって。そうだよね。そうだよ。気をつけよう、キッズのために。気をつけで、本当40年経っても本当だよね。なんでガーデニング師とかなっちゃって、なぜガーデニングを始められたんですか。尊敬する中村さん。ガーデニング好きだったんです。俺嘘って言えないね、それ。もう言えないよね。ないないっつってね。